シュートまではいけませんでした。さあ岐阜のカウンター、前にボールを運ぶ岐阜、中に高崎が待っている。さあ高崎へボールが渡った、シュート決まりました。28番長島から左サイドに展開します。駆け上がる低めのクロスが来た、前を向けるか、シュート決まりました。決めました。柳沢肩に送る、エリアの中、さあ外に出して下げて、柳沢からのクロス、ゴール前ヘディングシュート、決まった。さあ相原、利き足は左、クロスを入れてヘッドのシュート。前田折り返す、選手には繋がらない。さあ正面だ、打てるか、右足シュートはゴール。9番中へボールを押し込んで入った。川西からもう一度相原へ、相原はダイレクトでのクロス、奥から甲斐、高崎決まりました。